はい、四つです。大原です。というわけで前回はジェラさんにこう評価を渡しに行くという、初めての次回持ち越し会だったわけなんですけども、この僕が評価を探し行ってる間にどうやらなんか掲示板に面白いものが追加されていたので、そちらの方やっていこうと思います。火薬タワーは多分次回じゃ、ということで本日もよろしくお願いします。いやですね、そのどうやら僕がこう評価で宿泊してる間に面白い掲示板が、どなたですかね、ざわざわと。いやー、鉄骨渡りがどうやらエントリーできたようで一旦行ってみますか。まあ、とりあえずな、まあ基本貴重品まあ行くか、まあ、行ってみないとな、鼻も始まらんから。いやさ、こう最近こう、まあ、キーボードを、まあ、新しくしたっていうか、あの買い直したんですよ。元からあの Mac と Windows で一応違うキーボード使ってたんですけど、あ、もうどうせだったらどっちも静音のキーボードでも統一しまえと思って、まあ、同じ型のやつをまた買ったんですけど、あのこのキーボード買い替えしてから実はもう4回目ぐらいで、あの2000円ぐらいのキーボードが家に3つぐらい余ってるっていう、どうしたもんかっていうまあスイッチかとか、びっくりした、びっくりした、なんだ、ネザーの上なんだが、ボンさんだボンさんの顔があるあ、びっくりした今、あ、すげえびっくりした今、あ、なんだなんだここなんだここは、なんかしらここでやったのかな。あれか、ウィザーでも倒したのかな。え、ちょっと待って風さんワールドのネザー封印された、もう二度といけなくなったこれ、もしかして。ちょっと待って、風さん本島の方から行ってみようか。多分一番遠いゲートがまあこっちにあるわけじゃないですか。あ、こっちもちょっと上に出てた時は大変だぞこれはどうだ、どこに出る、ああいつものとこだ。あ、なんだこれはネザライト借金帳簿がある。うわ、これ全てが書かれているこう見るとタイタイも借金の数だいぶやばいな。まあでもあと残り4つとかだと思うんで、まあなんか近いうち返済はできそうな気はする。いや、タイタイにもまあ早く借金を返していただきたいっていうつもりはないけど、元はといえば俺が巻き込んでしまったっていうのはちょっとありますからね。もう、ああ、まあ、でもあれか、もっと元を突き詰めれば俺を巻き込まれた側になるのかよし、みんなで借金返そう。そういう会だ、そういう会じゃねえわ危ない危ない、違う会になると思った。ここら辺はまだちゃんとエンドに、ああ、繋がってるね。なんか怖えな行ってみるか、これか、あー、なるほど、これ、あ、先何もなくない、あー、ビューされた。一旦行ってみる、ちょっと行ってみましょうか。あー怖い、あー怖い、あ、待って、テイク2でやるわ。ダメだ、こんなんじゃ会社再現できねえ。ザバ、
ざわ。ああ、風が、見えねえ風が吹いてくる。待って、本当に怖い、本当に怖い。遊びでやめよう。ああ、なるほど。これで？あ？これはなんだ？めちゃくちゃ強いツルハシとシャベルが入ってたけど。あ？あ？もらっていいのかこれ。え？いいの？いいやつかこれ。なんか、一時避難で入ってるだけか。プレゼントかこれ。代わりに俺のやつでも入れとく。待って、そしたらさ、もっとむずいやつ作らんっていう。もっとなんかこうあっち側に行ってさ、エクストリーム難易度みたいなの作ろうぜ。そしたらちょっと後半それやろう。はあ、なるほどな。まあまあちょっとあれかな、ブレイブメンロードっていうわけにはちょっとまだちょっとちょろいんじゃないですかね。もうここで僕コードルできちゃいますもん。焦った。コードルはしない方がいいっていうのが今ので証明されましたね。難易度をちょっと上げたいから、まあ、鉄柵を使うのと、ちょっとエンドロッドでも集める。ちょっとなんか2つぐらい交差して使えればなんか面白そう。ちょっと一旦あっちのエンドの方に行きましょう。よいしょ。よし。あ、この辺の地図埋めも実はもう結構進んでたりする。まだか。あー、まあ前確かに俺ここら辺で取り逃したで要塞があるんですよ。なんかへーとか言ってスカンスルーした記憶だけあるっていう。ちょっとこの辺確か俺地図ちょっとここら辺で借りれるか。あー、これが左上か。こっちが、あー、ここ真ん中か。じゃあちょっとこことこの下のやつだけちょっとコピーして旅しましょう。よし、これでちょっとこのあっち側の要塞で、まあエリトラがまだ残ってたら取るし、あ、1列しか持ってねえ、いっか。まあエリトラとついでにエンドロッドの回収と、まあついでにシルカーボックスも取れたらなって感じで。なんかあれだな、サクッとクリアしちゃってなんかちょっと申し訳なかったきたな。なんかめっちゃむずいやつでなんかお返ししよう。個人的にこうエンダーメンのところでアスレチックしてもいいと思うけどね。ちょっとやってみる。どうだろうな、鉄骨渡り、あー、うーん、エンダーメンのところで作るか。なんか頂上になんか景品置いてそこでやったらなんかちょっと面白そう。待てよ、俺エリトラ直したか。あー、よかった。いや、こう撮ってんのが、まあ、前回の動画で評価から帰ってきたところに直してなかったらやべえなって今ちょっと不安になっちゃった。まあ、多分まだあのエンダーチェストに入ってる方が治ってねえのかなっていう。いや、めんどくさくちゃいけないんですけどね。ちょっとあの火薬トラップを早く作らねばなっていう。どうだったかな。あー、しまった、旗といろいろ忘れた。あ、でもあれだな、これだけあるから一応できるわ。ちゃんと見たやつは、あの、公約済みってやつを貼らねば、まあ、いかんと。まあ、なるべくわかりやすくしとか、なんかめちゃくちゃかんだ。ちゃんとわかりやすくしときゃ、後で来た人も、まあ、なんとかなるでしょうっていう。この辺じゃなかったっけ？なんか俺、この辺で見た。あ、これか？あー、これかな。どうだろう、誰が撮ってるか。でも頭あんな。これは、まだ、結局取られてないのかな。放置すぎた。あるおいしょ、はい、失礼します。おいしょ、あー、やった。
エリトラは4つもいらんな、さすがに。まあでも何があるかわからんから、ちゃんと取っておこう。あまあぼちぼち強いものかこれ、ね、やっぱりこうエンドの装備ってなんかそこそこに強いやつがやっぱ多いんで、なんかサブ武器にやっぱ優秀だったりするんですよね。まあなんかこう、ま、一軍装備と全く同じものを作るっていうのがまあやっぱ理想ではあるんですけど、まあやっぱ面倒くさいじゃないですかっていう、そういう時にこのエンドのチェストに入ってるやつだけでも、なんかシルカーボックスに詰めて、まあなんかエンダーチェストとか入れておくと、まあ普通の防具を使うよりかは全然エンチャントもしっかりしてるので、まあ一応サブ武器になったりするって感じので、まあ暇があれば集めときましょうって感じかな。よし、これであとはまあ上側辺のなんかまあ一度来ましたよ感を出してあげればいいので、シルカーボックスももうちょいちゃんとやるか。なんか結局今なんか集めるだけ集めてこう放置してるっていう状態がほとんどですので、多分俺の動画ぐらいだな、こんな1話の動画でこんないろいろぶち込んでくるの。あの最近まあ前回の動画なんて、あー飛んだ、まあいいか、まあこうなるべくこう短く短くって思ったんですけど、前回真ん中で区切ってなかったら普通に僕の動画40分超えましたからね。よし、これで、いらない。階段はいらないから、これで取ると。よいしょ。で、そういえば、さっきこの、俺、探検セット持ってきてたからね。よいしょ。これで、旗が一応入ってるんで、旗を置いておくことで、ずれたな。気になる。よいしょ。で、その後にこう地図でクリックしてあげれば、まあ、こんな感じで、まあ見た要塞は全部わかるようになってるって感じかな。まあなるべく、こう、後続の人が、あれここ見たっけってならないようにはしてるんですけど、まあこれも、今回たまたま持ってただけだからね。多分忘れることも多分多いだろうから、まあなるべく見たとこは、なるべく潰していくって感じでいきましょう。よし、というわけで、10個か。もっと集めればよかったな。まあ足りるかな、足りるかメインは一応鉄骨なんで、あれだな、鉄柵をいっぱい置いて、鉄柵、鉄合、うん、あれチェーンだよな、鎖だっけ名前としては。鎖もこう建築で使いたいんですけどね、ちょっといろいろちょっと素材をまた潤沢に集めればな。まあ、こういう前半後半に分けてる動画の強みとしては作業会を簡単にぶち込めるので、もしかしたらどっかの前半とかでぶち込むかもしれない。まあ、そしたらあのどうか、ご容赦を。おいしょ、ただいま。これでちゃんと、うん、マークされてるね。まあ、なるべくこうな、すぐにこう渡せるようにだけしておきましょう。このエリトラはうん、まあ何かしらにこうプレゼントがでも使えるからな、せっかくだから、えいうん、あらとても趣深いことってあの邪魔になったら撤去しましょう。よし、というわけでまあ一旦帰りますか。これであのちょっと荷物の整理というか必要なもん取ってこよう。結局こう汚えって持ちのままで来ちゃったから、ああ夜だ。よし、というわけでまあちょっと短いですけど前半はこのぐらいにしときましょうか。どうだろう、撮ってる時間自体は短いけどなんか結構喋りっぱなしでなんかやってたから、なんかもしかしたら俺結局俺動画20分切れねえのかな。なんとなく理想はこう20分いかないぐらいが理想ベストかなと思ってるんですけど、最近どう頑張ってもこう絶対20分超すんですよ。俺喋んねえぐらいの方がちょうどいいのかもしんねえ。ちょっと今回20分切り目指すか、ちょっと頑張ります。はい、というわけでここから後半パートなんですけども、とりあえず向こう側で、まあ、鉄骨鎖、鉄骨あたりエキスパンションみたいなものを作るので、
まあ、なんかこの辺のなんか、まあ、使えそうなものを何個か持ってきますか。よし、まあこれで、うん、シュルカーボックス使うまでなかったわこれだけでいけるわ。よし、これで最後にチェストだけ持って、エンドの方に行きましょう。地味にここのネザーゲート使いながらちょっと痛いな。一回壊したらさ、治んねえかな。あー、まあでもいっか、誰かしらがまだ使ってるっていう可能性があるので、ちょっとあのゲートの、なんだろう、主の動画が一回ちょっと見てみたいな。多分カズさんかな、どうだろう。結構なんかドズルさんたちもワンチャンって感じだけど、まあカズさんかな、多分カズさんな気がする。ちょっと動向をちょっと待ってみましょう。はい、というわけでまたね、ネザーじゃ、ネザーか、ネザーの方にやってまいりました。これジャジャさんがこうガラス張りしてくれたおかげでガスに爆撃されなかったのいいですね。いや、地面にここもガスに爆撃されてて実は大変だったっていうのがあったんですけど、いや すごいな、こんなにガラス多分取引かな。ちょっと早くこっちをバザール完成させてえな。ちょっとまた次回はちょっとまだ火薬やりてえからだ。またちょっと裏でちょっともしかしたら一軒ぐらい建てるかも裏で建ったらごめん。よし、行きましょう。これでまた新しくエンドの方に行って、はい、着いた。このまま行きましょう。どうだろう、いやなんかアスレチック作りもこう2度目なわけじゃないですか。あれなんですよ、昔こう作った時は、まあ、そこそこ難易度が難しくしてしまったっていう、あ、てかあれか、俺エンダーメンのところに作るはずだったんだと、こっちじゃねえわドズルさんたちは果たしてエンダーメンの存在を知ってるんだろうかっていう。これで、あー、ご健在ですね、エンダーメンは。さあどうだろうな、どう、結構難易度高くなりそうな気もするから、キー持ってくよかったな。こんな感じでちょっとあの、まあ、難易度高めになっちゃうのかな、どうだろうな。一番上で結構高いなこれ。ああ、足りないな、やめるかグダグダか、何一つまとまらずに来た。よし、そしたらじゃあ普通の鉄骨にするかこんなにヨーヨー得ないことある、マジか、こいつダメだな。改めて自分のダメさ加減に気づいた。よし、ここあー、おいしょ、いて。というわけでここから続きを作っていきましょう。まあ、なんか、あー、そっか、ここガラスじゃないとエンダーマンが湧くのか。まあエクストリームですからよし、でこっからまあこうね、あー俺が落ちてどうすんだ。まずはネザーラックでちょっと緩めにいくか。今ちょっとふわっとした、ちょっと今怖かった。落ちてったぞ。ちょっとあの予備の装備にしましょう。うわー、指当たったあーやべえいや堀健太郎じゃなくてよかったわ、むしろ俺が作ったやつでよかったわ。そうかそうか、
俺は鶴橋を落とすほどのアホだったのか。そうかそうか。ああ悲しいな。すごく悲しい。いやー本当はさ、こう景品にまあお返しの鶴橋でも置こうかなって思ってたんですけどね。まあ今、ま、国有の彼方にその商品が消えてったので、まあ、代わりに、まあ、エリトラでも渡しましょう。今第2ゾーンのこのネザーラックを通り抜けた先に最後ここやな。ちょっとまだこの鎖もエンドウッドも残ってっから、あー今も頑張ってテンション上げようとしてるけど失ったことが今ショックでかすぎてやばい。やっちまったな。気をつけよう。まあこんな感じでなんかこう上にぴょん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 乗り移っていく感じのアセチックも欲しいな。あこれ結構むずいんじゃない。こうああこれはあここ難しいな。これやばいな。これ俺もクリアできるか分かんねえな。ほい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 、危ねえ。いけるっちゃいけるか。これで最後あのブレイブメロド鎖で作ろう。うわーこれいいんじゃない。うわあ、これむずいかもな。これ斜め、あ、頑張れば普通に歩けんのか。でも落ちるときは落ちるのか。ちょっと最後にこの辺でちょっとブロックだけ回収してからもう一回行こうかな。今こう頑張って気丈に振る舞ってますけど、あの愛用のネザルツハシ落ちてたの結構今メンタルきてますからね。あの失ったことの大きさよりも今あんなボンミスで失うんだっていう喪失感の方が今やばくてやっちまったなーっていう。わざわざ死ぬ必要はないか。でも頑張って水とか置いてみる。あ俺が落ちるんかい。ちょっとどっかで水を取ってくるか。一回帰ろう。よしよし帰ろう。いやーそっかー俺そうなんですよね。よくこうなんだろう、タブをよくこう誰かちゃんといねえかとかよくこの辺押して確認したりするんですけどね。なんだろう、とっさに W とかなんかそういうとこを置こうとすると普通に間違えて Q 押してあーだよ。まあ俺のでよかったわっていう。本当にそれに尽きる。あの本当になんかこういただき物とか落として多分ね、多分懺悔室行ってましたね。まあ自分のもんだからはギリ懺悔しないけどどうなんだろうな。それはそれで、あのまあそのうちちゃんとはな気をつけようっていう学んだわ。ういしょ、はいただいま。どうなんだろう、ちょっと最後に一回投資で俺もやってみますか。その一応こうまあ水を持ってきたのでちょっと下らへんに水を敷いといて、まあ落ちても即死はしないようにしようかなっていう。まあまあエリトラを持ってれば一応即死は多分しないとは思うんですけど、あのボンさんとかはエリトラを持ってるかどうかがまず危ういっていう。まあ一応保険も兼ねてな。まあ運が良ければ生存する感じでしようかな。ちょっとこれでちょっとあの水とか置いといて落下までの間にどうにか水に捕まってほしいっていう。そうすればギリあ助かるんで。どうなんだろうな、今こう下が見えてるじゃないですか。こうまあここがちょっと奈落で死ぬ部分ですね。一応あそこのどうだろうな、結構早いかな時間的に言うと。あそこまでに行くまでにどうにか
どうにかしてほしいっていう。どうにかしてほしいって結構丸投げだな。まあ実際それ以外言わないから向こう。どうにかしてほしいっていう。よし。まあ逆にここ見づらくなった可能性がある。まあ、これでまあこう足を滑らしたってなった時に、はい水ジャポンっつって上に上がるって感じ。まあ保険ですわね。まあ、ここにも引っかからなかった時は本当にそれ諦めてもらおう。まあ、頑張ればいける。よし、というわけで最後の仕上げと参りましょうか。これでいいんじゃないか。で最後にこの辺に、まあ、ゴール地点を作りましょう。まあ、ゴール地点を設置してあげればアトラクションの完成かな。いやー、いいんじゃない。それなりにこう簡単ではないけど、あー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 あじゃあな。よし、最後にちょっとここに設置して、一応通しでやってみましょう。というわけで、まあ一応作ったからには挑戦せなあかんと。それでちょっと最初から最後まで通しでいってみましょう。ここもなちゃんと組み込まれてますから。ほい。でここクリア。ここもワンチャンショートカットできんのかな。あ、できないね、これ。まあ助かる。ちゃんと助かるから。なるべくこう最速でクリアできるじゃないですけど、作ったからにはこうな、なるべくこうタイムアタックじゃないですけど、まあ測ってないんでね、まあ気持ち早そうぐらいでいいや。よいしょ、これで、よいしょ、でここもこうで、こうで、こう、こう、よいしょ、はい、ドックショット。で問題ここよ。ここは俺苦手なんだよな。あー怖い。 OK。 で最後こう鎖の上をこう、まあ、幅跳びのヨーヨーというか、幅跳びは関係ないな。まあこうピョン飛びながらゴールまで行ってもらうと。 OK。 まあそこそこでなんじゃないかな。こうよ。あー、エリトラ忘れた。エリトラあっちだ。いや、一体俺は何のために。待って、うわ、俺やったかもしらん。いや待って、俺、うわっ、あ待って、俺ここに、あれ待って、あれ、エンダーチェストどこ置いたっけ。俺黒曜石の上置いたっけ。待って、とんでもねえ損害が出たかもしらん。ちょっと待って。待って、落ち着け。あー、ちょっと前のまでの俺頑張ってなんか賢くしまっててくれ。あー、やっちまったかも。やっちまったな、これ。いや、ねえよな。あー、やったやばい、飽きそう。あーか、全部いったな。あー、嘘だろ。おーい。全ロスより激しいんだけど、ちょっと止まってくれ。まあ俺のでよかったわっていう。本当にそれに尽きる。あの本当になんかこういただき物とか落として、多分懺悔室行ってましたね。ブレイ。
まさかこんな短いスパンでまたここに懺悔来るとは思ってなかったんですけど、私大原面はカズさんからいただいた、おしそ分けチェストと、ドズルさんからいただいた、堀健太郎並びに、ネザライト装備2つ、ツール4つ、サブのダイヤ装備、防具トライデント弓、めちゃくちゃゴリゴリに強化したツールたちをすべて全ロスさせましたちょっとマジかよ、全ロスより重いんだけど、嘘でしょマジで。そうです、あの黒曜石の上に乗った物質は、何であろうと、ゲートをくぐった瞬間に消滅すると、その仕様をすっかり忘れておりました。ほなやっちゃったあーうわーこんなまあこの2つだけは守れてよかったよ、他失っていましたけど、ちょっとあのはい、これらは全て私 の, あのマーシンが生んだ出来事でございますので、あの皆さんもぜひエンドで建築するときは置く場所に気をつけてくださいね、じゃないと地獄見ますからうわーめちゃくちゃ胃がキリキリする、とても苦しい、みんなお気をつけよう、あの泣きを見るぞっていう、泣く羽目にもなるし泣きを見るし誰も幸せにならないし取れ高にもならないっていう、もうまあ、あのエリトラは無事でよかった、あのうわうわぁ、ねえよな、俺のようなアホみたいなやつは二度と出しちゃいけねえんだと、おめでとうございますってのんきにこのニコちゃんマークつけたのもなんかぶん殴りたくなった、あぶねえこれでほんとゼロするわけにはいかねえんだよ、もうだ、もうもうなんかもうエンドやだ、帰ろう、こんな地獄みたいなとこ入れるか、帰りましょう、ここかというわけで、これにて終わるんですけども、まあ予定通り次回は火薬トラップでも作りに行こうかなと考えております。火薬トラップが終わったら、僕の装備をまた復活させる回でも設けようと思いますこういうことなんだな、こういうこともあんだ、みんなも気をつけような、シュルカーボックスは万能じゃなかった、サラバプラディサイエントルーラーと、そういうお別れを決めたところで、本日は終わりでございます。後でこう動画の素材を見て何を失ったかを改めて見るんですけども、多分死んだ顔で編集すると思います。ということで本日はありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。